ユリウス・エボラは、イタリアの哲学者、政治思想家、神秘思想家、刑事上理論家、画家。近年、特に21世紀に入ってから英訳が急ピッチに進んだ。ローマで生まれた。シチリア系の男爵家の出身。ローマで工学を学ぶが失望し、それに代わって哲学に没頭した。ドイツ語や、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル。 フリードリヒ・シェリングといったドイツ観念論を収める。とりわけ、オットー・バイニガー、マックス・シュティルナー、フリードリヒ・ニーチェ、コウ・タマ・ブッダ、ジョルジュ・ソレル、ルネ・ゲノン、ジョゼフ・ドメ・エストルは心骨に至るほどの感化をもたらす。後にエボラは20代の時に自殺を考えたが、ブッダによって命を救われたという。第一次世界大戦中は、砲兵としてアジア語に中兵。 戦後、トリスタンツァラやフィリッポトン・マーゾ・マリネッティに感銘を受け、未来派やダダイズムに参加。やがてエボラはファシズム運動に参加。この頃からエボラは多くの書物を表し始める。ルーマニアの鉄営団のシンパだったミルチャイリアでは、エボラの著書を独了して、考えを受け、両者は終生続く信仰を結ぶ。厳格なカトリックの家紋出身だったエボラは、 カトリシズムを捨て古代の異教を理想とし、秘教、魔術、オカルト、錬金術、密教、神秘主義思想を追い求め、近代システム、民主主義、フランス革命、近代世界を否定、さらにレイシズム、オカルティズム、ファシズム、エソテリシズムを根幹に据えて、独自の神秘主義的アーリア市上主義に基づいた、新帝国の建国を唱えた。 1941年に刊行されたスピリチュアルレイシズムを背景とした優勢思想の書、シンテシディド・トトリーナ・デラ・ロチェを刊行、本書を読んだベニート・ムッソリーニは、賞賛、すぐさま本書はドイツ語に訳された。これによりエボラはイタリアにおける人種論のイデオローグになった。エボラはムッソリーニにより招かれて意見交換を行い、それからムッソリーニの援助で人種論帰還し、 サングエ、イスピリトを立ち上げた。イタリアでファシスト政権が崩壊するとドイツに亡命したが1945年にソビエト赤軍の空爆によって負傷、後遺症が残った。戦後、エボラは逮捕されたが最後まで転校を拒否、ネオファシズムの中心的衝動者としてイタリアで大いに影響力を誇った。ローマのアパートで病によって絶命。エボラは 生涯を独身で貫き、子供もいなかった。ありがとうございます。